超大型巨人によってトロストクの壁が破壊される数時間前、スは壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコリョ団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナクに大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。兵站拠点を設置するのはここか。クソみてえにあれである。兵長、後続の本隊は予定通り到着できそうですね。よし、エルヴィンの到着までいざってえ奴らを片付けるぞ。フジャー、さっさと肉を削いでやる。救援要請ね、助けに行かないと。やる、おとなしくしてろ。巨人を倒し、辺りを制圧しなければ。俺は次に行く。ここは任せたぞ、エルドン。兵長、わざわざすみません。これで補給班を撤回できます。さすがです、兵長。私もお役に立てるよう頑張ります。塵一つ残さずとはいかねえ。ひとまず掃除は終わったか。縁談、苦戦してやがるのか。さっさとエルヴィンと合流しねえと。おとなしくしろ。行く。俺の敵じゃない。
ところに来た。手を出せ。お前の鼻は確かだが、気をつけろ。やる。手は引くなよ。総員展開。補給班を援護しながら予定の配置につく。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で各個撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し、拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。おとなしくしてろ。よし、バリオ。救援要請ね。助けに行かないと。どんな巨人だろうと投射し。よし、はい。兵長、俺のためにありがとうございます。報告、飛行士が再び出現。補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。リヴァイ、飛行士の対処を優先しろ。巨人どもめ、ぶっ潰してやる。リヴァイ兵長、助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ飛行士がいない。軍隊、周囲をしっかり見張ってろ。了解しました。ここはお任せを。手なくなよ。ああ、承知した。リヴァイ兵長、ありがとうございます。あの飛行士を倒したのか。さすがリヴァイ兵長だ。助かった。あの人がいればきっと勝てる。予想より巨人が多いな。リヴァイ、補給を怠るなよ。腹を食え。まだ殺されたら見えか。町の中心部を制圧しないことにはキリがありませんね。まとめて相手してのおかげで補給班は無事だな。各班、兵站拠点の設置にかかる。大変だよ。南から巨人の群れがこっちに向かってる。俺たちに引き寄せられてきたようだ。ふざけた真似をする前に仕留めるぞ。助かった。助かった。巨人の様子がおかしいな。南側の巨人のところに集まってるのか。あいつらも飛行士だったのか。合流されると面倒だ。止める。ああ、俺の特徴。こんなに飛行士がいるんだから、一体くらい生け捕りにしても。ダメだ。巨人を捕獲してる余裕はない。面倒を起こすんじゃねえぞ。
その調子だ。拠点設置完了まで巨人を近づけるな。下がって構わねえぞ。いえ、兵長、やります。やらせてください。悪い。悪いな。ち、厄介なのが出てきた。まとめて相手してやる。俺たちの勝ちだ。みんな、よくやった。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ。団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも食ってのはって。エルビン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう。我々に課せられた使命を果たすんだ。やれやれ。次は討伐を稼ぐ。
巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。巨人です。平原より近づいてきます。総員警戒態勢。エルビン行かせてもらうよ。待て、ハンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人では危険です。リヴァイ、追え。ち、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、世話やかせや。平地では立体機動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。わかってる。馬があれば追いつかれる。
かしやがって。一体起動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。仕方ないな。他を探そう。いい被験体になってくれる子はいるかな。またどこかへ行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。縁談、苦戦してやがるか。まとめて相手してやる。拠点設置のための物資を廃村で調達中だが、巨人が邪魔だ。手伝え。まだ近くにいるはず。あれか。あの縁談、ペドラか。巨人がうろついていて物資を回収できん。分隊長、あんた本当に死んでも知りませんよ。次の巨人が来る。急げ。補給班か。助かる。助かる。助かった。助かった。村の方へ釣り出す。手を貸せ。倒していいんですよね。援護します。お前ら腹をくくれ。次こそいい子を見つけなきゃ。今会いに行くよ。手はするなよ。待ってください、ハンジさん。ケイちゃん、私も行っちゃいました。何が巨人捕獲作戦だ。勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲、記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。
救援要請ね。助けに行かないと。まとめて相手邪魔するならそいでやる。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。あそこにいるのはオルオか。リヴァイ兵長、助かりました。すぐに物資を回収します。ああ、頼む。あいつの頭にはクソでも詰まってんじゃねえだろう。申し訳ありません。これで物資を確保できます。任せたぞ。手は来るなよ。危なかった。ああ、殺しちゃった。貴重な被験体になったのに。黙れクソメガネ、部下を危険にさらすな。兵長、ハンジ分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章、壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼ・ラングナ。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した。表情を変えた。私に敬意を示すような姿勢を取った。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた。彼女を殺した巨人は知性を持っていたってこと？
これはイルゼラングナーの戦果だ。エルヴィン見てよ、私の考案したこのこれをうまく使えば被害を最小限に抑えて。なるほど、よく考えたな。でしょ、あ、そうでしょ。じゃあいいよね、巨人。そうだな、構わない。うはーはー、ありがとうエルヴィン。早速準備に取り掛からないとね。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。あのメガネ、先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらない。俺たち特別作戦班の任務、巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつく。ハンジ、てめえなんで先に行きやがった。ごめんよ、でもここいい場所だろ。罠の準備のために周囲の巨人を片付けよう。面白い暮らしやがった。複数の地点から演弾、救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはず。クソ、何をやらかしてやがる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか。まずきっちり罠を設置する必要がある。捕獲する子は他に見つけてあるしね。別
鼓動なんて全てじゃなかった。これじゃ俺の方が巨人に捕まっちまう。分隊長の命令に従ったらこのざまです。助かりました。もういいか、ハンジの元に向かえ。リヴァイ兵長、助けてください。ご迷惑をおかけしました。軍隊長が手分けして捕獲地点を探せというもので。さっさとクソメガネに合流しろ。単独行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。あれは救援要請、急行します。リヴァイは援護を頼む。手分けして巨人の捕獲地点を探していたんだろう。この兵力での参加はリスクが低下する。すぐにハンジと合流しろ。させやがったら、ただじゃ済まさねえ。ハンジさん、自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。モブリット、罠の設置を頼むよ。私はリヴァイと捕獲対象を連れてくるからさ。分隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。助かった。3メートル級の小柄な子と少し大きめな7メートル級の子、一体ずつでお願いするよ。てめえのクソみたいな注文を聞ける余裕があればいいな。北の採掘場までは楽に行けるはずさ。オルオたちに巨人を一掃してもらってるからね。クソ、部下に危ねえ真似させやがって。救援要請か、行くぞ。俺だって役に立つとこ見せてやります。おとなしく。兵長、一生ついていきます。奴ら小さいも小回りが効くな。おいエルド、ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。兵長、はい、ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。攻守ならここにいるだろう。早く来い。罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺して一からやり直したくはねえ。
連れてくるのは厄介だったが、合格は随分あっさり終わったな。ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。救援要請ね。助けに行かないと。行く。こいつをどうにかしないと。行く。おとなしくしてろ。リヴァイ兵長、援護感謝します。今だ、罠を起動するよ。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえとな。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。まとめて相手しろ。まだ残っている捕獲用の罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。まとめて相手しろ。私がやります。手なんだよ。了解しました。そいつらを殺したら捕獲した巨人を運ぶぞ。あとは強行突破で何とかなるだろう。
今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヒャッホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。2体もだよ。分隊長、浮かれすぎです。おーっと、喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな、昔々あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけで、その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビーンだ。今に見てろよ、最後に生き残るのは人類だ。お前らなんかきっとリヴァイ兵長が。
だ何体かいるようだ。兵長、増援を集めてきました。ペトラ、お前は下の兵士を解放し、残りの全員で巨人を片付ける。本体を守りつつ巨人を一掃するぞ。リヴァイ兵長、前方に新手の巨人です。どいつもこいつもふざけた動きしやがって。おとなしくしてろ。そうしないとお前の肉をきれいにそげねえだろ。まとめて相手して手出しするなよ。了解です。おとなしくしてろ。縁談の元へ急げ。助けを求めてる。救援要請、まとめて相手して無視はできない。来たね。次の巨人はどこだ。心にしてやる。行く。手は止めよ。了解です。ここは片付いた。手は止めよ。おとなしくしろ。了解です。うわー、ずいぶん巨人が集まったね。しかし、いや、かなり集まりすぎたかな。おい、何やってやがる、クソめが。俺の夢中になると状況も見極められねえのか。巨人発見の縁談だ。行くぞ。まとめて相手して。やる。この辺りの巨人を倒したい。手伝って。巨人を集めすぎちゃったね。せめて結果を考えて行動しろ。この数を一気に相手にはできねえぞ。どうした。急いでやる。まとめて相手してやる。俺の敵だ。行く。警戒に当たらせておこう。ああ、頼む。お前の鼻に間違いはねえだ。止めて相手して。早
しやがれ。助かる。索敵班の報告では巨人の群れが接近中とのこと。俺たちで仕留めるぞ。囲まれねえように気をつけろ。よし、ここはモブリットに一肌脱いでもらっちゃおうかな。お前ら腹をくくれ。救援要請か。嘘、俺たち調査兵団の力を見たか。おとなしくしてる。てめえの肉削り取ってやる。おりょう、ついてこい。了解っす。あ、了解です。助かった。の迎撃に向かうぞ。巨人の王、こっちだ。こっちで来ないか。俺の敵じゃない。了解。行く。面白い暮らしやがモブリット。うまく分散させられたね。これで巨人を括弧撃破できるよ。どんな奴だろうとほくってやる。覚悟しろ巨人ども。おとなしくしろ。行く。俺たちの力をなめんじゃねえ。消えやがれ。奴らだな。その肉切り刻んでやるから待ってろ。ええ兵長、
俺たちでやってやりましょう。ここは制圧した。作戦完了だな。兵長、血が止まりません。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。きっと聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。リヴァイ、退却だ。巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。壁が破壊されたかもしれない。なんてことだ。